はい、ということでレンゲさんの夏季限定、もうすでにね北海道も暑くなってきてますので、この時期が来たかという感じなんですけれども、大将以前からね煮干し出してたんですけれども、今回はエビとアゴを使った醤油、これがね、まあ、塩もあるんですけれども、見た目もねちょっとおしゃれな感じもしてですね、とても美味しそうだなと、こちらいただきたいと思います。いただきます。エビということなんですけれども、まあこうスープ飲んだ瞬間にエビの香りがねふわっときてね、もうたまらないなと思ったところに、このあごだしのこのね舌支えがねちゃんと効いていて、スープは本当にねこれだけで美味しいですね。でね、しっかり締めた麺がね、いやーこの時期は本当にたまらないつるしこな感じです。でですね、まあ、冷たい煮干しにも特製の煮干しラー油がつくんですけども、こちらもこれエビのラー油ということで使い分けができちゃうと、ちょっと早速ねかけてみようと思います。いやー食いましたということで、冷たいラーメン、これからの暑い時期たまらないですね。いやエビはねやっぱりね、エビの香りもね相まって本当にやみつきになるようなラーメンでしたね。でやっぱエビがね苦手な方とかもねいるかもしれないんですが、そういう方ぜひ、冷たい煮干し塩もあります。こちらもね、えぐみはないし、煮干しのいいところしか出ていないようなね、スープでつるっといけちゃう。これもね、また最高なんで、いやー、どっちかね、皆さんぜひ食べてみてはいかがでしょうか。ごちそうさまでした。